あ、なんかいい。よいしょ。ヘリクツーひろゆきが作り出した造具、無敵の人について本日お話しするけど、ざっくり言うと、今回安倍元総理を襲った社会的弱者と言われる狂人、無敵の人がないがしろにされている社会を変えないといけないんだ、というようなツイートをひろゆきがしていますが、変えれるか？どうやって？さて昨今、共犯事件、戦場か、大阪精神科襲撃とまあ連続して、社会的弱者と言われる、何もない、逮捕がリスクとならない連中、無敵の人が事件を起こしまくっているんだけど、ひろゆき曰く、社会に絶望して自殺する弱者のうち、1万分の1程度の確率で、何人か殺してから死ぬ。とか、自殺は怖いし面倒だから、死刑にしてもらおう。とか、考える無敵の人が発生している。いる。そう、社会から排除された人は、社会の秩序を守ろうと思わなくなって当然、いつか社会に牙を向く。まあそんで、弱者を見捨てたり放置すると、社会は不利益を受ける。そんな無敵の人が増えるので、そろそろないがしろにされた人々に向き合うべきだと、ひろゆきはツイートしてます。え？その人が悪いんちゃうの？もう無敵の人って、フランスから優勢爆弾飛ばしてる。お前じゃね？お前じゃねって話は置いといて。じゃあ、ひろゆきのおたまう。無敵の人を生み出さないためには、社会に居場所を作れるように、お金を使ったり、国民全員が生活の心配をしないように済む仕組みが必要。そんなの作れるわけないじゃん。いや、すでに作っている。自立支援医療も、生活保護も、はたまた人権と言われるところでも、手厚く保護されてるのに、さらにないがしろにしないとか、無理よ！だって普通の人は仕事もしてるし、そこまで手が回らん。そもそもそんな連中に、間違った自我を目覚めさせた、ネットが悪いんじゃね？2チャンネルの影響、もーっとその話は置いといて、このないがしろって、あなたの感想ですよね。そう、強制とか、オンリーワンとか、主人公とかは、人から見た肯定感にすがっているから、己を否定的に見えるんだ。ないがしろにしているのは、情報なんだ。情報型が我々を孤立させる。インスタ、ツイッター、2チャンネル、被害妄想もいい加減にしろ。いいじゃん、ぼっちで。フランスから孤独に配信する賢者様。我らにその孤独の極意を教えてくれよ。自然の恵みって、自然だから恵みであって、そんなの当たり前のシステムになっている。もう人間は忘れているんだ。自然の恩恵を。福祉だって、人権だって同じ。恵みなのに。自然の恵みのように尊いのに。人の汗の税金で賄っているのに。そんな恵みを忘れていて、システムになっている。どうやってその恵みを弱者と思わせず、感謝と思わせることができるんだ。ないがしろに思わせるものは、何なの？平等という情報だ。弱者の文句かい。労働者働かせて、その汗の恩恵を受けて、何がないがしろだ。何が弱者だ。王様じゃねえか。理解して感謝せよ。オッケーバイ。ふざけんな。感謝を叩き込み行政。そいつらに。まあ、話は変わりますが、喜劇王三谷幸喜が前立腺癌で、あ、下ネタじゃないですよ。もう数年早く癌になっていたら、息子はいなかった。神様にすごく感謝。とまあ癌でありながら、己を幸運と歌っているのが素晴らしいと感じました。どんな状況でも、己をないがしろにするのは己であって、ないがしろになってみて、その気持ち、感謝に転じなければ、罰するしかねえんだよ。ってこと。